皆さん、今日は8月20日金曜日です。新聞コラムの音読を行います。その前に新聞を少しだけ一面見ましょう。はい、一面はこんな感じです。民主主義劣勢の兆し、タリバン民主制否定、アフガンイスラム法で統治、トヨタ世界4割減産、来月半導体不足、感染拡大、高校ダンス部選手権ビッグクラス、福岡大若葉が初優勝、千葉真一さんがコロナで亡くなりましたね。85歳だったかな。82歳ですね。キーハンター。では本日の産経名の音読を行います。今日の産経名の表題は次のように決めました。タリバンの変身は正常化。では音読します。8月20日金曜日、産経名の音読を行います。女性は教育も就労も認められず、公共の場では全身を覆う衣服ブルカの着用が義務付けられる。イスラム原理主義勢力タリバンの統治下だったかつてのアフガニスタンでは、で女性の人権が抑圧されていたのは周知の通り。ただ政権内部ではそれに抗う動きもあった。2000年3月8日の国際女性の日、首都カブールで女性の権利を礼賛する式典を開催し、して世界を驚かせた。会場を埋めた数百人の女性は誰一人ブルカをつけていなかった。国際社会からの孤立を何とか避けようと穏健派の頑張りだった。もっともかえって強硬派を刺激して勢いづかせてしまう。これに乗じたのが国際テレ組織アルカイダ、その指導者ウサマ・ビン・ラディーンである。1年後に起きたバーミヤンの巨大石仏の破壊を主導し、米中枢同時テロに突き進んでいく。本来は品格に過ぎない彼らがいかにタリバンを乗っ取ったか。丹念に追ったのが大谷賞を受賞した高木徹さんのノンフィクション「大仏破壊」である。テレビのニュース番組でタリバンの幹部が女性キャスターの質問に答えている。あらゆる娯楽を禁じたはずのタリバンの戦闘員が遊園地ではしゃぐ映像も公開された。米英両国の空爆により政権が崩壊してから20年、再び権力を奪取したタリバンは旧政権とは違うソフト路線を強調している。ただ最近でも降伏した政府軍兵士を処刑したり、占領地域の住民女性に戦闘員との結婚を強要したりと蛮行が報告されている。変身はにわかに信じられない。何より危惧されるのがテロ組織とのつながりである。ビン・ラディーンの殺害後も生き残るアルカイダは絶好の機会と捉えているはずだ。
令和3年8月20日金曜日、三経名の音読を終わります。あらゆる娯楽を禁じているタリバンってどういうところ、どういう組織でしょうかね。以上です。次は尖閣の情勢を見てみます。尖閣はこのようになっております。中国公船一時尖閣領海侵入。群れ4艘が相次いで侵入した。4艘は午後5時半ごろから領海外側の接続水域に出た。4艘は2艘ずつに分かれ、南小島と魚釣島の領海に侵入。周囲に日本漁船は航行していなかった。中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入は7月14日以来で、今年31日目。うち1艘は機関砲のようなものを搭載、領海から出るよう巡視船が警告しております。だんだんと侵入が始まっております。以上です。本日もありがとうございました。またねー。